次回の世界遺産はアイスランド。ヨーロッパ最大級の氷河の下に活発な火山がいくつもあります。太古の昔から大噴火を繰り返し生まれた火山群、なぜか一直線に並んでいます。そして世界の気候をも変えたアイスランド史上最大の噴火跡へ。そこは苔むした溶岩の大地が広がる不思議な世界。世界遺産ヴァトナヨークトル国立公園、16日午後6時。